はい、今回もご視聴ありがとうございます。ゆきちのホームです。今回のテーマはおすすめのデザイン家電シリーズということで、モルスから今回発売されました V6 という衣類スチーマーについてご紹介させていただきます。今回のスチーマーに関しましては、従来のスチーマーと全く違う方法を取られている部分がありまして、ものすごく革命的な商品だなというふうに感じました。我が家では従来パナソニックさんから発売されているこちらのスチーマーを使っていたんですが、例えば容量が少なかったり、どうしてもシワが取れないなというふうに思っていたシチュエーションもあったんですが、今回のスチーマーに関しましては本当に革命的なものでした。結論から言いますと、今回ものすごく良かったなというふうに思った点が3つありまして、まず吸引式であること、そしてタンク容量が 170ml、 あとは片手で操作ができるという、この3点が本当にすごいなというふうに感じました。一方で少しデメリットだなというふうに感じる部分、購入する前に知っておきたい部分、そういった部分もあったので最後にご紹介したいと思います。今回のレビューでは、通常のスチーマーとどのような違いがあるのか、あとはどういった人に向いているのか、この点をご紹介したいと思います。はい、まずこちらモルス V6 の基本スペックになります。こちら重量としては 959L と、ものすごく軽いなというふうな印象はそこまでなかったです。一方でグリップがしっかりしているので、操作していて疲れるということもなかったです。あとはタンク容量が 170ml、 立ち上がりの時間が約20秒、連続で約10分間使用が可能、現状のスチーマーでは最も優れている部類に入ってきます。こちらのスペック表で表示されてない部分について少しご紹介したいと思います。まずこちら吸引式になってまして、先端部分が衣類を引き付けて、それによってシワを伸ばしていくような仕組みになっています。この吸引力というのが3段階で調整することが可能でして、例えばデニムであったり生地が厚いものですと出力をマックスにする、レース生地のようなものですと出力を最小にする、そのように使い分けることができます。この吸引力の違いを出せるというところも、いろんな衣類にスチーマーをかけたいという方ですとかなり便利なポイントだというふうに思います。はい、そして本体を見ていきます。こちら本体は先端に9つの穴が開いていて、そこからスチームが出るような形になっています。そして先端は吸引する機構もついてまして、スチームを当てながら衣類を吸引していく、そしてシワを伸ばしていくような仕組みになっています。操作部に関しましては、前方にトリガーがついていまして、こちらを引くことによってスチームが発射されます。そして手前には3段階のボタンがついてまして、こちらは吸引力を変えるボタンになっています。はい、続いて底面にはタンクがついていまして、こちらはインジケーターが2つついています。タンクをひねることによってタンクが本体から外れるような形になっています。そしてこのタンクに水を給水して本体を使っていく形になります。はい、そして続いてのトピックとしては、このモルスの V6 がどんな人に向いているのかご紹介したいと思います。まず今回実際に商品を使っていて3つ思いつくことがありました。1つ目に、やはりタンクが 170ml ということで10分間使うことができます。正直10分以上使っていられるのかなというふうに思うぐらい、タンクの容量で困ることはなかったです。我が家の使用シチュエーションとしましては、出かける前に衣類のシワを伸ばしたい、普段しまっている時ですと、例えば衣類をしまう前にこちらでアイロンをかけることはなかったので、この10分間という時間が十分だなというふうに感じました。そして吸引式というところも本当に革命的でした。従来のスチームアイロンでは、スチームが出るだけでシワを伸ばす時にはその生地をしっかり引っ張る必要があります。例えば先端部分ですと手が火傷しないようにということで生地を引っ張ることができなかったりします。一方で今回のモルスの V6、 吸引式ということで衣類の先端までしっかりシワを伸ばすことができました。この点は本当に革命的だというふうに感じます。そしてスタイリッシュな形状というのもやはり魅力的です。今回は専用のスタンドを送っていただきまして、こちらに立てかけることによって本当にスタイリッシュに収納することができます。本体の形状もスタイリッシュでモダンな印象、そして近未来的なルックスになっているのかなというふうに感じます。部屋の中に置いていただいても景観を損なわないというところもしっかり考慮された設計になっていました。こちら本体の底面がフラットになっているんですが、タンクに水を補充した時でも自立するのは少し不安定だというふうに感じました。なのでもしこのモルスの V6 を購入される場合には、専用のスタンドっていうのも一緒に購入することをお勧めします。
はい、続いてこちらの商品、実際にシワがどの程度伸びるのか、ものすごく気になるポイントではないでしょうか。結論から言いますと、ものすごくシワがしっかり伸びるのは間違いないです。吸引式というのは本当に革命的だなというふうに感じました。衣類のフラットな部分はもちろんなんですが、折り目がついている部分であったり、衣類の裾、先端部分、ここまでしっかり伸ばすことができるので、1枚あたりにかける時間も減りましたし、しっかりシワが伸びている、そういった実感がありました。はい、ではここからはモルス V6 のその他の魅力についてご紹介したいと思います。まず1つ目、使っていて感じたことは、20秒の起動というのが本当に早かったです。本体のタンクに水を給水するので、そこの時間も考えると、実際に使えるまでは数分間かかるんですが、コンセントを入れてから約20秒で使えるというところは、ほぼほぼストレスなく使っていけるかなというふうに感じます。そして吸引力が強いというところも今回メリットだなというふうに感じます。例えば今までですと、結構厚手の生地、デニムなどを伸ばすときにはアイロン台を使用してシワを伸ばしていました。今回のモルス V6 では、こういった生地に関しましてもハンギングしながらシワを伸ばすことができました。アイロン台をわざわざ出さなくていいというところは、かなりストレスが解消されたなというふうに感じます。はい、続いてタンクの容量が 170ml の大容量であることです。我が家の従来のものは確か 50ml ぐらいしか入らなかったので、毎回給水をしないといけない、そういったストレスがあったなというふうに感じます。今回のモルス V6 では、水がどれぐらい残っているのか直感的に分かるように窓がついていますし、かなりの枚数を一度の給水でシワを伸ばすことができました。この点もかなりありがたいポイントだというふうに感じました。はい、続いて目に見えない効果っていうのも結構ありまして、こちらスチームアイロンなので、例えば脱臭、そして除菌の効果、特にお子さんやペットがいる方ですと、こういった点もありがたいポイントではないでしょうか。はい、続いて吸引式ということになってますので、衣類のホコリも吸収することができます。我が家では衣類にホコリがついてて困るなというシチュエーションは今まで感じたことがなかったので、実際に吸引していてもホコリが取れてよかったなというふうに感じることはほぼほぼなかったです。これはプラアルファの付加価値として、ホコリも吸引できるというところは我が家では実感することができなかったんですが、付加価値としてはあるのかなというふうに感じます。はい、続いてアイロン台が使えないような衣類にも使える。例えば装飾が結構されている衣類などお持ちの方ですと、アイロン台でプレスすることができないシチュエーションもあるかと思います。そういったものに関しましても、こちらのモルス V6 につきましてはハンギングしながらシワを伸ばすことができます。通常のアイロンとは違う良さっていうのは、この点にもあるのではないでしょうか。はい、続いて使い勝手の良さというところで良いポイントだなというふうに感じたのが、コードの長さが 2.4 メートルととても長いこと。ここのコードが短くて困るということはほぼほぼなかったです。例えばハンガーまでの距離が結構ある方、あとは結構縦に長い衣類を使いたい方、そういった方ですとコードが短いと使い勝手がとても悪いと思います。今回のモルス V6 につきましては、この 2.4 メートルという長さ、ほぼほぼ使っていて困るなというシチュエーションはなかったので、十分な長さだというふうに言えるでしょう。はい、続いてここからはモルス V6 の留意点といいますか、購入前に知っておくべきことをご紹介したいと思います。1つ目、こちらの商品を見た時に吸水のしやすさはどうなのかなというふうに感じました。実際に商品にロートというものが付属されていまして、このように吸水する時に使うようです。このロートがある理由としましては、吸水タンクの口がとても小さいこと、おそらく水がこぼれないようにという設計でこういった仕様になっているのかなというふうに思います。正直毎回ロートを使うということはかなり面倒だというふうに思います。我が家では蛇口の口を補足して、なるべくこぼれないようにということで給水をしています。この点も自己責任なのかなというふうには思うんですが、口がもっと広い方が使いやすいのかなというふうには思いました。はい、続いてもう一つのポイントとしました、メンテナンス性はいいのかというポイントです。今回のモルス V6 につきましては吸引式ということになっていますので、フィルターがついています。このフィルターにホコリがたまるたびに、専用のブラシでホコリを除去するような形になっています。専用のブラシがこちらになってまして、結構長いのでホコリを除去する時にもとても使いやすいなというふうに感じました。本体の上面を開くことによって、こちらにフィルターがついています。こちらのカバーに関しましてはマグネット式になっていまして、外しやすくてとてもいいなというふうに感じました。フィルターもこちらについているので、ホコリを除去するのがどれぐらい大変なのかなというふうに思ったんですが、意外にしっかり手が届く位置なので、そこまで苦にならないかなというふうには感じました。
はい、そして最後に今回はこのモルスさんが発売されている折りたたみ式のドアハンガーを提供いただきました。こちらは開き戸につけるようなタイプになってまして、ドアにこのようにかけることによって使うことができます。このハンギングしながらシームをかけるという都合上、衣類と整体しないといけないというところがあります。なので個人的なおすすめとしましては、こういったスチームアイロンを使うときにはハンガーの付け根が回転するようなタイプ、こういったハンガーを使っていただけると横向きのポールでもアイロンをかけやすいです。さらに引き戸がある方ですと、こちらの折りたたみ式のドアハンガー、ハンガー部分が正面にせり出すタイプになってますので、首が回らないようなハンガーでもアイロンをかけやすいというメリットがあります。こういった最終的に使いやすいシチュエーションを使ってくれるアイテムも発売されているのは、結構きめ細かいサービスなのかなというふうに感じました。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今回のモルス V6 いかがだったでしょうか。やはり今まで使っていたものと違って圧倒的にしっかりシワが伸びること、あとは大容量のタンクがついていること、この2点だけでもかなりずっと使い続ける理由になりました。ぜひ商品が気になる方は概要欄からチェックしていただければなと思います。これからも住宅インテリア関係の様々な情報を皆さんに発信していきますので、見逃さないようにチャンネル登録、あとはコメント、いいねボタンもたくさんお待ちしてますので、これからもよろしくお願いします。